上着着ようかな。上着着る、今さら上着着る。ちょっと巻きでお願いします。じゃあせっかくもちゃんと清掃したしね、うん、青山で買ってきたんだから。青山で青山かよ。すいません。あ、じゃあついてきてください。ついに。あ、ネクタイはいい。あ、ネクタイはいいよね。ネクタイね、ネクタイすんの。すごいな、このね、録画だからできるこの間延びっていうことですよね。まあ、なんとか。そこで結ぶかみたいな。もうだからね、こっちの結んでください、結んでください。結びましょうか。本当に、本当にタグついたままじゃねえかよ。本当に青山で勝ちたんじゃん、今日。面白いなぁ。分かったよ、分かりましたよ、ありがとう。いや、もう話すこと山ほどあるんですよ、この男とは。もう本当昔の木口道場のアマチュア時代から、もうずっと仲良かったんでね。ねえ。あ、分かりました。はい。つけれるのか。ちょっとあれじゃない、あの女子女子がつけた方がいいよ。ちょっと来てじゃあその手前の女子がつけてくれるっていう。そんなに苦手なの。女子がちょっとこの女子性の方もいろいろとね、いろんな話題が豊富な方なんですが、なぜかそれは言えない。皆さんお酒とかもね、あの梅酒とかそれ開けて飲んでくださいね。もうこう終わってからも全然終わりじゃないですよ。まあ一応これ俺飲んでないんで、飲んでないのは理由があって、この前のチームデートの水曜日のやつがもうベロンベロンすぎてもう恥ずかしかったんで、これはいかんと思って今日は飲んでない。珍しいでしょ。今日飲まないんですか。今日はね、後でね、朝飲んでなくても恥ずかしい。十分恥ずかしい。でもね、飲んで痩せる人と飲んで太る人だからすごい嬉しい、羨ましいよ。俺も確かにね、これ何でも付き合わせる、筋肉も家は可愛い、可愛い、はい、こっちこれ目がね、ほら見てこの真実の目、立川非公認ゆるキャラなんですよね。あー、サングラスした方が怖いです。これ、あの、猿っぽくなるっていうね。これ似てるね、なんだろう、似てないそういうね。よし、じゃあこのタグは視聴者プレゼントということで、この、あ、ちょっと取っといてください。そう、関係でかしたらマルちゃん。なるほど、青山じゃねえのか。じゃあ僕が、はい、じゃあ座ってください。改めまして、桜井マッハ早田選手です。編集長とはあれですか、あの何回か会ったことが。今日も何十年も見てますよ。ああ、見てる。あの、ああ下1試合はですね、もうあのじゃあデビュー戦ぐらいからもうずーっと。本当にそんな感じなんですか。そうですよね、あのシュート四天王時代からもう本当に遠征さんとかね、まあ、あの当時のシュートすごい面白かったもんね。ちょっと一言ね、まったからまったからでしたね。だって今のあの頃でやってるさ、四天王の頃の時代の誰やってるよ今、残ってるの誰よ。いない、ね、誰もいないでしょ、ね、あなただけですよ。ありがとうございます。一番その頃若手だったんで、ね、勢いはありましたけどね、鳥とも落とす勢いでしたけどね。自分で言うなって。いや本当に飛ぶ時を、ね、落とす勢いだったよ、俺は本当に。一緒にね、ね、飲んだりしてた頃っていうから、もうこれからも一気にもあんなスターダムにね、もう本当にテレビをつければあなたがいつもいるっていう感じで、俺本当にね、羨ましいっていうよりも、なんかね、本当に誇らしいっていうよりも、まあ早くまた飲みたいなってずっと思いながらね。でもね、飲むときはね、ちょっとすんごい朝まで一緒に飲んでね、この男すごい激しいんですよ。またね、飲む前に必ずね、牛乳を2リットル飲む。あれはどういうわけなの、2リットル飲む。やっぱりお酒ってなんかすごい強いらしいんですよね。そうですね。だから、胃腸とかその粘膜にも悪いってことで、初め、ちょっと、あなた、うるさい。すいません。いや。あれってことでね、粘膜にこう保護するってことでね、まあ、それでちょっと牛乳とかね、初めに飲むといいよっていうのを話を聞いて、牛乳とか飲むようにしたんですけども、まあ、一番の理由は、まあ、牛乳が好きだっていうことでしたね。なるほど。さて、そんなマッハさんなんですが、5月6日にですね、恒例のマッハ祭りをね、控えてるということで、
すごくあの注目されてる、いろんな注目がありますよね。僕もヤフーニュースで見て、ね、編集長なんかいろんな注目が、マッハ君、マッハさんね、格闘代理戦争とか、格闘代理戦争、あれはちょっとあの経緯的にはどんな感じなんですか。今どんな感じになってるんですかね、経緯は。あの戦う相手とか、あの誰と誰の選手が戦うとか、ちらっと聞いたんですけど、あんまり言っちゃいけない、あーそっかそっか、編集します。いやいや、まあいいんだけど、あの、まあ、誰とかはまず言えないんだけど、まだね、実際のところまだ決まってないんじゃない、なるほど、多分あのまだね、それぞれが目星はつけてるけれども、まだ決めてはないと思います、誰と、まあ、いかんせん、まあ賞金がでかいですから。今回はだって優勝がアマチュアレベルでたった2回勝てばいいのかな、たった2回だか3、まあ、2回勝てばいいんですよね、アマチュアレベルですよ、我々の頃って考えられません。いくらですか、ね、まあ、それ、それは言いますけれども、はい、優勝は300万で、YFC と1000万契約です。なるほど。で、時計1300万です。だって我々の時代で飲ませろ、だって我々の時代でアマチュア何回勝ちました。5回、6回当たり前じゃないですか。ほんでみんな強いやつばっかで、今の時代こんな団体がボダボダね分かれてる中ね、今の時代の若いやつらは本当に勝たなきゃ損だって、1300万ですよ。だってそれが20代前半の若造が、世の中何にも知らないやつがね、1300万手にできるんですよ。何に使うの、絶対悪いやつ直されますよ。いやもうね、まあそういう中でやっぱり取らなきゃ損ってことですよ。だから思うでしょ、だから20代前半だったら出て、ね、優勝、ね、気が狂ってるでしょ。すみません。いや昔わ、私東大杯昔ね、あの高校生の頃出させてもらったんです、高校生だったんですけど、でも優勝があれでいくらだったっけな、300万台500万だったんですよね。であれでも気狂ってましたよ、もう東大杯ね、東大杯っていう、まあね、多分ね、今の子たちは多分小学生ぐらいの、今の、ね、ファイターたちは小学生以下ぐらいの、ね、年代だと思いますけど、でマッハはさ、俺入ってきた時に伝説なんだけど、マッハの伝説って何個かあって、まあ、一つあるのがシューティング、今結局シュートの第4代でしたっけね、あのシュート第何代でしたっけね、チャンピオンになったのはシュートは、覚えてますよね、第4代ですよね、これ第4代のチャンピオンになって、シュートで今度夢になる前はどこにいたかって言ったら、実はシュートボクシングにいたんですよね。で、なんでシュートボクシングにいたかって言ったら、間違えて言ったんだもんね、シュートとシュートボクシングを間違えて入って、あ、完成、寝技がねえとか言って、だって柔道出身ですよ、彼。でもある意味あれで打撃強くなった部分があるからね、あれもあれでマッハに対して、ね、取ってよかった人生、まあ時間じゃないですか、すごくね。本当なの、あれ本当シーザーさんですよね、シーザーさん。そうです、あれはね、今だから言いますけど、本当のこと言うと差別化です。わかります。だから結局ただの強いやつとか、ただのね、まあ今の若いやつらに俺も言ってるんですけど、ただ強くても売れないです、はっきり言って。いっぱいいるから、強いやつなんか、チャンピオンなんか、何団体あるんですか、誰知ってますか、チャンピオン全員名前言えますか、知らないでしょ。なんで、ね、知ってもらうために差別化が必要なんですよ、特徴が。だからわざとそうやって言ってたんですよ。だからシュートボクシングとシューティング間違えるわけないじゃん。考えてよ、命かけてんだからやってるのに。当たり前ですよ、当たり前ですよ、当たり前ですよ、これ書こう。ね、正直な、みんなに覚えてもらいたいがために、そういう風に言ったわけ、ボケてたんですよ。当たり前、それを差別化って言うんですよ。わかります。だからもうただ強いやつなんか5万と言いますから、はっきり言って、はい、だけどその強いやつだけじゃ絶対名前も覚えてもらえない、覚えてもらえないってことは飯がそれで食えません、いくら強くても。なんで自分で経営戦略でそこは、ね、差別化という言葉で片付けてもらったんですけど、自分の特徴を作りました。アマチュアの頃からね、そうやって差別化して、もう、ね、チャンピオンまで行って、プライド行って、まあ、どう、選手生活としては燃え尽きた、それともまだやりたいとか。なんで燃え尽きるんですか。まだまだ。いやいや、だって
だってさ、ね、格闘技は俺らが始めた頃って今の時代と違いますよ。だって俺らの頃は格闘家の世界チャンピオンのやつらがみんな仕事してたんですよ。今みたいに格闘家だけで食ってるやつは少なかったです。本当、まあ、いないとは言わないけれども、まあでも吉高博がね、まあ、シュートボクシングのチャンピオンがやっぱ仕事してましたもんね。まあ、そういう時代だったんですよ。でその中でね、別に格闘家でお金持ちになるためにやってるわけじゃないんですよ。本当に純粋に格闘技が好きでね、やってたわけですよ。そんな気持ちで始めた格闘技をなんで燃え尽きるとかね、食えなくなったらやめるとか、なんでなの。本当に格闘技好きなんですよ。じゃなくて格闘技やってない、そこが今のやつは違いますよ、多分。お金持ってない。でもお金があったら気が狂います。気が狂うほど儲けたな、一時期は。プライド時代は人間って面白いですよね。あのね、儲けるときはね、儲けてると思わないですよ、あんまり。思わない。あとになって思う、それ。大体そういう生活感に流されちゃって、でお金なんてのは、ね、若い、今も言ったように若いうちにお金なんか持つと、ね、大体くだらないことを使って終わるんですよ。なんでお金なんか残らないでできてます。だからお金があったね、稼いだとかお金があったとかっていうふうに全然思いません。維持することがすごい大切だと思いますね。運用家ですね。運用するというね、本当方です。資産運用、ね。っていうことさ、俺さ今さすごいさ仮想通貨のイーサとかにすげえハマってくる。ある男がね仮想通貨を教えてくれて、もうたまたまねビギナーズラックが儲かってやる。今度仮想通貨やっちゃう。いろんなね株とかね、そういう証券とかね、いろいろ私もそういう話ね、まあ付き合いながらやってくれって言われたこともありますね。だけれどもね、人間っていうのはね、額に汗水垂らしてお金を得るものだと私は思ってます。なんか削れてるよね、なんか本当に。まあでもこうね、マッハのね、中のなかなかね、あの聞けない話とか聞くと今日楽しいよ、本当に。5月6日ですよね。もうすぐですよね、直前ということで、来てもらったわけですけど、今回の試合の、まあ、見どころっていうかね、一番まあ、自分の弟子のね、一番あの、まあ、一番弟子に近い中村ジュニア選手が引退ということで最後のリングに上がるということで、僕もやっぱりね、自分の選手が引退っていうのも経験してる中で、やっぱり自分より先に引退っていうのはすごく悲しい部分もあるじゃない。でマッハは今回の、まあ、中村選手、まあ、思いというか、それをちょっと逆にファンの人が聞きたいと思うので、ちょっと教えてほしいな。やっぱり本当にね、ジュニアもね、まあ、愛媛からね、東京をまたいで茨城のね、マッハ道場に来てくれたんですけどね、まあ、そこで13年間ね、もう何にもできない頃からね、もうジャブとかね、ジャブから教えて、ね、エビとかから教えてね、まあ、なんとかね、新人王に、シュートの新人王になって、まあ、環太平洋王者になって、ね、でその後、ね、チャンピオン、世界チャンピオンタイトルまで行ったんですけども、惜しくも敗れちゃってね、本当にまあ、戦歴のことだけ言うとですね、まあ、こうやって一言二言で片付けちゃいますけれどもね、本当にそのやってる渦中はね、本当にいろんなことがあってね、本当になんていうかいいやつっていうかね、本当にもう人間もすごく本当純粋で、はい、本当にもうあんなやつはなかなかに言うと巡り合えないんじゃないかなっていうね、思い出をありがとうっていう感じでね、本当にもう寂しいっていうかね、本当はもっと過ぎてもらいたかったんですけどね、まあ、亡くなる怪我でね、引退ということになっちゃいましたけどね、まあ、もうそれもしょうがないのかなとね、まあ、彼の人生なんでね、決めるのも彼なんで、ね、本当にお疲れ様でしたって感じです、はい。すげえ今更なんだけど、中村ジュニアってどこから出たのかなっていうのは、やっぱり何か、いや、愛媛から、ジュニアっていうのは、ジュニアっていうのは、中村っていうのが3人いたんですよ。はい、中村トッシーと中村総帥ってのがいて、で一番体が小さかったから中村ジュニアってね。なるほどですね。それも結構ね、知りたい人もいると思うので、逆にね。そうですね。はい、なんか今回ポスターがあったじゃない、中村ジュニアだけの。あれもすごいですよ。14%の感じですね。14%ですけど。まあ、中村さん選手の、ね、引退試合もあるという5月6日の新宿フェスですが、なんといっても
まあ、マッハがリングに上がるということで、それが相手がゴミ選手だというね、すごく、あれですか、試合はしたことはありますよね。はい、まあ、新宿フェイスのリングで、対峙するということで、いろいろヤフーニュースでね、僕もすごく目につくニュースだなと思いながら、 ある意味ですけど、まあまあ、まあ、青木さん曰く演歌みたいなカードだということで言ってきてるわけですけど、実際ね、まあ、何が言いたいかのは別として、まあどういう気持ちなのかなっていうのをちょっと一言言ってもらえば、逆に煽っていただければと思ってるんですが、青木真也のことですね。青木真也選手、知ってますよね、青木選手。はい、みんな知りたいです。ぜひ、まあ掘り起こさなくても、逆にもうヤフーニュースあんなでかく出てるんで、やっぱり僕も実は田中編集長と、もしかしたらアングルなんじゃないかと、一つのアングルをこれは作ってて、さっきもマッハすごく頭いい考え方してるんで、実は青木と組んでんじゃねえかとか、そういうの考えたりしたんですよ。だってあんなにヤフーニュースのトップに2回も3回も載ってたら、マッハ祭りの応援もしてるようなもんだなとか思いながら、実際のところどうなんですかね。いや、とにかくね、いや、演歌ってさ、人のことね、演歌ってさ、お前も演歌じゃん。いや、じゃあお前やめろよって、もう引退しろって、お前もう一戦場でいねえじゃんって、お前も演歌やってんだろって、お前はあんま北島三郎になれねえだろって、サブチャングループに入れねえだろ、お前はって、演歌だとすれば、ね、これはね、っていう気持ちですね。まあ、彼はあんまりね、深くね、あんまり言いたくないんですけどね、まあ、彼も一応頑張ってるね、格闘家の仲間として俺は思ってますけれども、うん、だけれどもね、あんまりね、人のことディスったりするのは、ね、よくねえなって思いますけどね。まあ、とりあえず、あれですよね、逆に見せてみると、いい試合をして見せてみると、いい、ね、話題になってなる、ね、向こうを、まあ、ファンに魅了して、どういいかかどうか、わかんないけど、魅了するところを見せると。いや、演歌って言葉よく思い浮かぶよね。何演歌歌手ってさ、何どういう意味よ。いや僕も意味わかんないんだけど、ヒップホップとかさ、何だってあるじゃん、そんな。あえて演歌、ね、あえてなんかゴールディーズではないってね、ゴールディーズとかさ、あえて演歌か、なんで演歌なんだよって。ちょっとピリついてきましたね。笑っちゃいます、ね、青木真也事件はガチでした。それが確認できましたね。わかりました、これはね、ガチです、うん、他にもね、まあ、5月6日に向けていいカードもあるし、メインカードもあるし、まあ、本当に原田芳樹選手ですね、が選手、強い選手と戦いますよね。一つ見どころをいくつか聞きたいんですが、 16% しかないよ。やっぱね、原田も今連敗中なんでね、まあ、フワッチなんかやってますけどね、あんなのやってる場合なのかなと思いますけどね、正直はしまうと、本当に練習にね、相手はね、血潜りでね、しかも相手は練習してる相手だと思うんですよ。で、結構レコード見たら結構成績良かったんで、まあその相手にね、ふわっちゃってる原田がどんだけ盾つけるのかなっていう、というかメインなんで盾つけたらダメなんで、盾つくとことか、あいつが勝たなきゃダメなんで、まあ、そうじゃないともう幕が閉まらないんで、ね、盛り上げて勝つっていうのがメインイベントだね。まあその他にも、まあ自分ね、伸びてやりますし、あとはね、ジュニアの引退式もあって、あと マーヤンね、マーヤンって呼んでるか分かるマーヤン、松下ね、松下の方ですよ。あと原田、原田とかトシちゃん、トシちゃんも出ますね。はい、トシちゃんは数々の伝説をね、試合で、オフタブはね、相手を KO したのに、自分が爆中、このね、フェンスに登って爆中したら、それで地面に自分で叩きつけて、失敗して叩きつけられて、相手は普通に起き上がってる、自分がもうね、悶絶してるっていうね、それもテレビ特集されてね、いろいろそれで有名になりましたけどね、まあ、彼もでも結構いい選手なので、もともとキングダムにね、もう出てたんだよね、トシは。あ、空中警官会館に行った頃ね。ああ、そうなんですね。ぜひ、うちが大きい大会やるときにね、過去にちょっとキングダムに関係ある選手を集めてるんで、協力できるしてもらえるところがあったら、ぜひしてもらいたいし、よろしくお願いします。
いや本当に5月6日、僕も見に行きますのし、盛り上げるためには何でもしますんで、ぜひご協力させてください。自分たちの大会も面白かったのでね、ぜひ見に来てください。この第1回目のゲストということでマッハさんなんですけど、その次第2回第3回と、どこまで続くかわからないんですけど、とりあえず第2回ゲストを、まあ、笑っていいもんじゃないですけど、紹介してもらわなきゃいけないということで考えてきてくれたらしいんですけど、電話はマッハの電話ここにあるんですけど、誰でしょう第2回ゲスト。昔ね、グラバーカーじゃないわ、昔ね、スポーツ、センターね、新宿スポーツセンターってまだグラバーカーができる前ね、グラバーカーそこ の, あのメンバーをね、持ってってそこでジム作ったのがグラバーカーなんですけど、まあ、昔は体育館でね集まってみんな練習してたんですね。入江さんも来ましたよね。聞いてたよ、よく言ってた、ね、言ってましたね。菊ちゃんがね、菊田君がね、そう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 、まあ中心になってやってたんで、まあ、そこからグラバカっていうのがそのままみんな移ってグラバカになったんですけど、そもそもみんな集まってねやってた場所だったんですね。まあ、そこで一緒に練習してたね、慶安で活躍した内田選手ね、内田昇選手、ね、ちょうど内田昇選手が次回大会、うちでナックルファイターズ、拳上げの戦いで、滝川亮選手、今の、MA キックのクルーザー級王者の、滝川亮選手とナックルファイトで、ボクシングの試合で殴り合うんですね、決まってて、すごいですよ、ちょうどタイミング、ありがとうございます。でもね、彼もすごい頑張ってますね、私と一緒ですね、長い間ね。一応内田選手が電話してもらって出なかったら後日またかけてもらうということで、じゃあマッハのこれ携帯どうぞ。通称デビルマンって言われてるんですね。格闘技界のデビルマンですね。内田昇選手出ますかね。もしもし、演歌歌手です。元気ですか。元気ですか。ああよかった。じゃあ明日また来てくれるかな。いいじゃん、もう全然違うよ。違う、1ヶ月後だよ、1ヶ月後。あ、違うか、将来はね、1ヶ月後だそうですね。明日また来てくれるからじゃないです。まだじゃあちょっと変わってもらって、ちょっと変わりますね、はい、すいません。内田さん、あ、お久しぶりです。内田さん、あ、すみません、まだ詳細は明日以降でまた連絡しますんで、大会のこともあるんで、ぜひじゃあ次回大会の方よろしくお願いします。来て、はい、じゃあありがとうございます、失礼します。すいません、やらないっす。いや、でも内田選手来てくれるらしいんで次回はね、本当に、ちょうど6月16日大会でそこにちらっと会ってるんですけど、うちの大会の前にね来てくれるっていう第2回ということでね、まあいつになるかっていうのはまた編集とまた話し合いますが、今日は本当にね第1回ゲストでして、マッハのねすごいいい話ですね含めて聞けたんで、すごく楽しかったし、編集長今日どうでした。僕よかった、大成功だと思う、ね、ガチの話とアングルの話がね交差してね、交差してさすがマッハということで、はい、そうだったんだっていう、そうですね。ぜひじゃあ5月6日のね、僕も見に行くんで、応援させてください。ペンの方もね、新宿フェイス、新宿フェイスで5月6日、5月6日、5時、夕方の5時ですね、会場6時開始、チケットの方ねまだまだ余ってますので、よろしくお願いいたします。VIP 席が25,000円、VIP 席が25,000円、この下が、その後ろの席が15,000円、もう1万円は完売したら申し上げました、申し訳ございません、自由席が6,000円となります。よろしくお願いいたします。今日は野生児マッハさん、今日はありがとうございました。